今日は野バラを使った秋のスワッグを作ります。こんにちは、枝金商店街の花屋のゆうです。このチャンネルではご自宅で簡単にフラワーアレンジメントが作れるコツを紹介しています。このチャンネルから生まれたドライフラワー専門店うつろいではドライフラワーリースも販売しています。そちらもぜひ覗いてみてください。さて、今日は野バラを使った秋のスワッグを作ります。野バラの他にユーカリやパニカムを使って秋らしく仕上げていきたいと思います。それではやっていきましょう。道具の紹介をします。こちら野バラです。こちら今日10本用意しています。はい、こちら硫化デンドロです。こちらは5本用意しています。はい、こちらパニカムです。こちらは10本ほど用意しています。はい、こちらユーカリです。品種はグニーと言います。こちらは4本用意しています。はい、麻紐を用意してください。はい、輪ゴムを1本使用します。はい、よく切れるハサミを用意してください。以上です。早速作っていきます。まずはユーカリを分けます。ユーカリを長くしてしまうとユーカリばっかり今日は目立ってしまうので、ユーカリは少し短めに使用します。下っ端の葉っぱは取ってください。ちょっと長いです。本当に今日は足元に使います。なので短くて大丈夫です。なるべく野バラの赤が目立ち、パニカムのラインが目立つような感じにしていきます。ちなみに野バラは10月の中旬ぐらいになってくると赤く色のついた野バラが出てきます。それまで9月とか8月の下旬、9月あたりはまだ色が緑です。これからクリスマスリースとかの色の素材としてすごく使いやすくなってきます。というわけでちょっと葉っぱだけ取っておきます。よし、OK。で、今日もシンプルに作りたいので、パニカム。一般的にはもっと長いものが多いです。なので、長い場合は、そうですね、3、40センチかに切ってください。パニカムもまとめて使います。そして硫化デンドロもまとめて使います。もう一個一個がはっきりと主張が強く見えるように今日は固めて全部置きます。で、野バラです。野バラ足元から中心から全体に行くように乗せるように置いていきます。よいしょ。はい、なるべく平面的にならないように少し重ねて、重なるような部分、こう行き過ぎないように作っていくと立体感が出ます。あとスワッグは置きながら作ったら作りやすいですね。で、ユーカリを足元に。今日はユーカリは控えめで、ちなみに丸葉ユーカリだとちょっとぼってりしすぎてしまうかもしれないです。足元に、はい、っていうのも何かしらグリーンがないと今日の場合野バラも少し痩せるので、ドライになると足元がちょっとね、寂しくなると思います。おっしゃ、こんな感じですね。じゃあ切ります。はい、そしたら輪ゴムです。ゴムをなるべく奥まで持っていきたいので、野バラの実につけます。で、こうではなく、内側通ります。よいしょ。で、また戻してください。はい、なるべく輪ゴムが上に行くようにしてください。で、輪ゴムだとかっこ悪いので麻紐巻きます。麻紐初めに少し残します。
して輪ゴム隠すようにぐる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 巻いていってください。面で巻いていきます。点ではなく、ちょっと引っ張りながらすると輪ゴムプラス強度が増すので、よいしょ、ちょっと戻っていきます。はい、そしたら後ろに回します。よいしょ、後ろで結びます。はい、2回ほど結びます、きつめに。で、かける輪っかも作っちゃってください。そして表に回して、ちょっと微調節して、はい、それで完成ですね。完成しました。今日は一つ一つの画材をまとめてスワッグを作りました。まとめることにより一つ一つの素材がよく見えるのでとてもおすすめです。ぜひ挑戦してみてください。今日もありがとうございました。